メールもたくさんありがとうございました本当にねハッピーニューイヤーだったからめちゃめちゃメールが来ていてそうだから本当にね皆さんの分全部多分全然読めてなくってそう当たらなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけど当たった方はおめでとうございます当たらなかった方も多分ねその抽選でまたあのー、あると思うので是非皆さん楽しみにしていてくださいありがとうございました本当に ドヤリンチョさん日もありがとうございます。マコトさん日もありがとうございます。そう、あ GS さんパンダありがとうございます。え中吉ありがとうございます。おみくじ今年引いてないのでお初おみくじです。ありがとうございます。そう。で、そうなんとその時ね、あね、お兄ちゃんがあの帰ってきてまして、我が家にお正月なので。 そうだからお兄ちゃんがそのハッピーニューイヤーの時に髪型をねヘアセットしてくれて、そうめちゃめちゃ可愛くしてくれました。ありがたいですね。ありがとうお兄ちゃん。あひろさん秋雨ありがとうございます。そうなんですよ。すごいね上手で結構漏れました。ねお兄ちゃんすごいよね。私できない絶対。 そう,そうなんですよ。ねそう器用なんですねお兄ちゃん。あとはそのリボンこれあ,あ,ありますよ。あじゃ。じゃじゃーんこの大きいリボンも最近ゲットしてこれをずっとね皆さんにお見せしたいなと思ってたんだけどお見せする機会が全然なくってそうやっと年明けにこのでっかいリボンを頭にチャ,ャーャンとつけて。 そう服といい感じにマッチしてたのでやっとつけれましたどうでしたか似合ってましたかリボンつけてましたそう実はあれはちょっとリボンに見えにくかったかもなんですけどお団子ご2つここで下でやっていてそうだからすごいねこんな感じ結構私があんまりしない髪型てか自分ではできない髪型だったから本当にお兄ちゃんありがとうございます様々ですはい ビル六番さんあきよめありがとうございますポンさんあきよめありがとうございます女子力高かったですかそうお兄ちゃんのおかげですお黒アットチームメイト大好きさんもあきよめありがとうございますそうなんですよねお兄ちゃんありがたいはいということでありますが 皆さんは何をしししてらっしゃいましたか私はお正月お餅をなんか今年結構少ないかもお餅ね毎年たくさん結構食べるんですけど今年はまだ4つとかかな4つですそう全然食べてないんだけどでもお雑煮お雑煮お雑煮ぜんざいでした はい、初絡みの岩本アナと亀島アナはどうでしたか本当にねそう初めて今回は中村さんとはるるさんといつもラジオをやらせていただくんですけれども今回はそうなんです初対面の岩本アナウンサーさんと亀島アナウンサーさんと一緒にラジオをやらせていただいたんですけどすごい本当にね気さくな方でして私が。 入ってきたたと初対面の時にあ来まましたおめでとうございます坂上優香さんっていう,もう名前も覚えててくださってえ嬉しいと思ってそっからいろいろ私の,そのプロフィールとかこれはこうですかとかその私のことをたくさん聞いてくださってラジオ以外休憩の時とかでもそう私のことをちょっとね私にお話ししてくださってすごい嬉しかったです。もう 嬉しかったです。すごい！もうね。ニコニコしてらっしゃいました。あとお話が上手い。その視聴者さんとお話する機会がたくさんあったんですけど、今回のラジオすごいね。あの、もうすごい。初対面とは思えないぐらい。質問から返しとか。そっからまたうまくつなげることとか、本当にもうプロだなって思いましたね。も話が途切れないのだから、私が話す暇もなくて、私はもう、うん、う,んうん。と,とりあえずはずいて。 いるので必死だったんですけども本当にすごいそして私にもねその私が話せないこれうん,うんってやってる時でも私に話をうまく振ってくださって私が話せるようにしてくださったりとかさすがでしたね本当にプロでしたすごいだからもう本当に緊張してたんですけど最初始まったから全然もう緊張もなくなって安心感バッチリでした安心感でした <laughs> ミカさんメインボースターありがとうございます中川さん諦めありがとうございますそうねめちゃめちゃ上手だったねそうだよねミーティアライトさん諦めありがとうございますんあそうだそうだ今ショールーム配信でそうだよね18期生 AKB48 の,のなんかオーディションショールーム審査かなこれやってるのかなお そうなんかさっきね7か国のコメントとかツイッターに上がってたんだけど私推しっていうかの方推しなのかわかんないけど私の名前を挙げてくださってる方がいるみたい嬉しいことですありがとうございます本当に私の名が広まっているみたい嬉しいどんどん広まりますようにありがとうございます嬉しいですあ同い年の子えすご嬉しいありがとうございます さんハッピーニューイヤーありがとうございますテローくんも諦めありがとうございますねえ嬉しいえー、すごいありがたいですね本当にあそんないっぱいいるんだすごい数百人いるんですねわねえそれは確かに迷っちゃうかもね見るのも大変だよね頑張ってほしいですね本当に AKB 新メンバー,いやー誰になるんだろうね本当にドキドキですねえいつも私の配信見てるって言ってたやばすぎる <laughs> 私の配信を見てえー、ありがとうございます嬉しいの私の配信見てね押してくれるなんてアピールアピールしとかなきゃねよろしくお願いします <laughs> お願いします 嬉しいいですすねありがとうございます本当にそう今日今今日もまたまたそのやっぱり遅い時間なのでお風呂上がりなんですけれどもはいちょっとよろしくお願いします <laughs> アピールしておきます田所さんハートありがとうございますはいということで皆さんねたくさん応援してくださってるということでお尻してくださってるということで18期生の子もねそう皆頑張ってるということなんですけれども私もちょっとね 先ほどツイッターの方で告知させていただいたんですけれども頑張ってることといいますか明日までのことがありますなんだ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 はい年明けなんですけれどもただいまただ,ただいま挑戦していることがありましてななんなんなんと,なんなんなんとサーリアルの新メンバーが新メンバー投票立候補させていただいたんですけれども投票がなんと明日の朝10時59分までとなっております やばいもう明日までです。本当に明日10時59分に締め切っちゃうので、ぜひまだ投票してないよって方は、ぜひともぜひとも投票よろしくお願いします。もちろん皆さんもさすがに私の声は分かってくれてるかなって思うんですけれども、分かってくれてるかなどうだろう竹蔵さん、今日もありがとうございます。翔くん、いや、気持ちありがとうございます。バタフライエフェクトさん、おめありがとうございます。 そう皆さん投票は完了ですかバッチグーですかどうですかねおバッチグーですかまだしてないよって方はぜひ私のツイッターから飛んでいただいたりとか A.K.B. のあのー、告知多分今日皆さん結構告知されてるのでそこからねぜひ飛んでいただいてはい。 そう私の声わかるかなちょっとヒント言っちゃうと私は結構人よりイケボな気がしますね結構私はお純太郎さん興味ありがとうございます私は結構ねあの結構イケボな感じで、ね、やらせていただいてますのではいちょっとなんかこの子かっこいいなって子に是非ね投票していただければと思います投票の仕方がねちょっとわからない方もいらっしゃると思うんですけれども そうなんですそちらの方はちょっとね是非ちょっと皆さんと共有し合って是非ともねちゃんと投,投票できるといいなと思いますけどもはいおヒント皆さんくれてますよ女の人が投票箱持ってたおね最初迷っちゃうよね是非ちょっと迷ってる方は皆さん教えてあげてください コメントも結構ヒント満載なのでぜひちゃんと聞いてコメントで分かってくれたら嬉しいなお女の人が投票箱を持ってるそうです結構ねこれ投票の仕方が難しいのでそうだよねちょっと誰か分かりやすくねなんかないのかなうまくやる方法。 ね、そう箱を持ってる女の子がいるお女の子女の子がいるんですけどもそこに行っていただいてそう投票する感じになるんですけどもそう操作方法はちゃんと見た方がいいと思いますとにかくまっすぐ進むそうですとにかくまっすぐ進む ちょっと皆さんこのヒントを是非参考に投票してみてください今回は誰がこの声かとか分かんないのでもう本当に皆さんが日頃私の配信をどれだけ見てるかとか私の声をどれだけ知ってるかとかあとまあコメントとかもいろいろヒントになってますから本当にちょっと難しいところにはなってくるんですけれども是非皆さん直感で これひゆかちゃんじゃないかなっていう子にねぜひ投票していただければと思いますはいわかるだろうわかりますかね嬉しい分かってくれたらすごい嬉しいんですけれどもお一人特徴的な声やったおじゃあめっちゃわかりやすいかも特徴的な声だったみたいですでも確かに私も自分で聞いたんですけどちょっとなんか私だけね結構なんかもう本当にいけぼうけぼ な感じで、こんな感じで、やらせてもらってますので、結構わかりやすいかもしれません。はい。<laughs> ぜひ、皆さん、よろしくお願いします。明日の十時五十九分までなので。よろしくお願いします。<laughs> 武蔵さん、ぜんざいかな。ありがとうございます。美味しいよね。わ、嬉しい。すぐ分かったよだって、ありがとうございます。本当に嬉しい。 さすが本当に嬉しいなはいそうだなあ私がもしサーリアルのメンバーリリーになれましたらそうだなあまたそうだなあそうだなあレミと一緒のわけじゃないですかもしなれたらねもしなれたら レミと一緒にまた立てるということで前コラボ配信をレミとしたんですけどそうまた2人で立つ機会がどんどんそのチームメート休止とかでいろいろ減っちゃうからまた一緒に立てる機会があるといいなっていうお話もしていたのでそうね慣れたらすごい嬉しいですよね杉林さん諦めおめありがとうございますねリリーって名前そう思った私もリリー先輩だよね あのマジムリ学園の時にあのー、私がかりん役だったんですけどもうリリー先輩というゆいゆいさんがやってらっしゃる私の前に立つんじゃねっていうもう名ーゼルを決めてらっしゃる方がいらっしゃるんですけどそうリリーって聞くと本当にリリー先輩だから私もリリー先輩みたいにかっこよくゃあそう振りも教えてもらったのだから踊れるよこれは。 じゃじゃじゃわあちゃんじゃじゃじゃえ今日嘘でもさっき中吉だったから「ああでなつつメタバあスー」っていう感じでそう踊れるのもう田所さんパンダありがとうございますみかさんレインボースターありがとうございます,ーーういますそう踊れるんだよ私はそう練習した レミの TikTok とかめっちゃ見て一人で練習してましたそう2代目リリーそうリリーさんを継ぎたいですしそうリリーさんになりたいのでリリーさんになりたいですな <laughs> のでぜひ皆さん明日の10時59分までに投票していただけるとありがたいですよろしくお願いします頑張ります本当に 大さんレインボースターありがとうございますそう地起こししましたよ <laughs> TikTok からあちゃ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 サーリアルのそう思ったの衣装もめっちゃバーチャル感あってすごいかわいいですよねかわいいめっちゃスタイルよく見えそうかわいい 結構なんかシンメトリっていうのはなんか片方だけついてて片方だけないとかあるよね。カイザーライオンさんレインボースターありがとうございます。ナッカーさんハートありがとうございます。ユうジさん秋雨ありがとうございます。ありがとうございます。そうあっドヤリンチョさんパンダありがとうございます。 はい、だから衣装も着たいんですよね可愛いあの衣装をライブ見に行ったことないからひゆこになったら見に行くああ嬉しいじゃあならないといけない頑張ります見に来てくださいますもし私がなったらですけど是非来てくださいしげるさんレインボースターありがとうございますみかさんセンサーありがとうございますだいすけさんレインボースターありがとうございます ゆうじさんもあきおめありがとうございますそうねかわいいあの衣装で曲もねそうわがままメタバースめっちゃ好きで私プレイリストにも入ってるんですよねそう本当に毎日聴いてるんですけどもなんか歌詞とかそのなんかなんていうの曲調めっちゃ好きなんですよなんかちょっとバーチャル感が本当にあって大好きです ョナミさんお興味ありがとうございますそうほんとにねもう個人的にめっちゃハマっちゃってそう翔くんセンスありがとうございますピグピさんハートありがとうございますはーいなのでぜひ私は曲も大好きですし踊りも踊れますのでぜひ皆さん迷ってる方はお いいんじゃないと思った方はよろしくお願いします頑張りますお初見さんがいる初見です17期見てたら来ましたお、ありがとうございますいえい <laughs> ありがとうございますあ前髪変えた。うすごいそうなんです実は前髪変えました変えたというか重くしました前髪ちょっと そうなんですよくお気づきでそうなんです実は実は前髪重くしましたどうですかあんまりでもちょっと重くしすぎたかもって思ってるんだけどなメタバース応募投票してくれましたしときましたありがとうございますありがとうございますゆうゆうさんハッピーニューイヤーありがとうございます兄さん ありがとうございます嬉しいん正月パッツンだったパッツンでした正月がこれでしたよ正月これでした実はね、こけし感あるよね昔の私っぽいちょっと日本人形っぽい確かにちょっと日本人形感あって可愛いでしょなんかちゃんと日本人形っていうかね、なんか 昔に戻った感じモッチーさん興味ありがとうございますミーティアライトさんバラありがとうございます大介さんもレインボーんありがとうございますねえ和装してほしいだってしたいんですよね私着物浴衣とか着てみたいんです京都行きたいな京都とか金沢とか行きたいな着物着たいですねエルボースイシーダさん興味ありがとうございます うか年末年始をいいショッピングできたでききたたまし年年末年始はお買い物ちゃんと行ってきましためちゃめちゃセールやっててすごいお得にお洋服買えたのですごい嬉しいですしかもめちゃめちゃ可愛いのいっぱい買えたのでまたあのお話し会とかできていこうと思ってますので楽しみにしていてください <laughs> ももさんあきおめありがとうございますあきおめしゅなみさんラインボースターありがとうございます もうそうだね1月15日におそろそろあと10日後にお話し会もありますので待ってますね皆さん楽しみにしててください私も楽しみにしてますねね割とすぐだと思うでしょでもね最近私めちゃめちゃねえいともさん不足でそうあの本当に皆さん元気してますかっていう心配をしちゃうぐらいあの結構。 寂しくって最近皆さんとの交流が少なくてなのでどうか結構長く感じます私ははいなのでどうかたくさん話しましょうね、うん、<laughs> え待ってあと5分待って嘘え待ってそんな喋ってるえちょっとおかしいじゃんおかしいじゃんということであのランキング読んでいこうと思いますえそんな早かった嘘そんな喋ってる私えー、って感じなんですけれども ランキング読みますね行 <laughs> きます13位シゲルドラゴンさんありがとうございますまた見てください12位南チャッキランさんありがとうございますまた見てください11位ミーティアライトさんありがとうございますまた見てください10位幻さんありがとうございますまた見てくださいうん変わっちゃった ちょっともう一回読みますね。ごめんなさい。13位、幻さん、ありがとうございます。また見てください。12位、ワイプさん、ありがとうございます。また見てください。11位、大輔さん、あとマク。今年も、ひゆか、ちゃんしか、かたん。ありがとうございます。よろしくお願いします。また見てください。10位、竹蔵さん、ありがとうございます。また見てください。9位、ゆうゆうさん、ありがとうございます。また見てください。 8位 GS さんアットマークぴ嫁ありがとうございますおめまた見てください7位田所さんありがとうございますまた見てください6位ダヤリンチョさんありがとうございますまた見てください5位しうくんアットマーク今年も好きですありがとうございますまた見てください4位ミーターライトさんありがとうございますまた見てください3位サブちゃんさんアットマーク心 心世の中、宇宙、そして日向、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。また見てください。2位、ミカさん、今年もよろしくかなおっこだとこ、今年もよろしく、ラブラブ、ありがとうございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。また見てください。そして1位は、湘南さん、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。また見てください。 さあ、ラッキーカニカニいきますよ。二十二はサイドさん、ありがとうございます。また、見てください。ラッキーカニカニ。さもう一つの方いきます。は。四十二、猫舌監督さん、ありがとうございます。また、見てくださーい。<laughs> はい、ということで、ちょっと時間がやばいんですけども、最後に、改めて。えっと、明日の十時五十九分まで、サあ、リアルの投票ができますので、ぜひ。明日の十時五十九分までに。 投票してくれたら嬉しいです迷ってる方はぜひ私の声を分かった方はぜひ投票よろしくお願いしますはい待ってます皆さん明日の朝朝ですよ朝の10時59分までとなってますので是非最後までよろしくお願いいたしますでは今日は少しの時間でしたが皆さん来てくださってありがとうございました今年も何卒応援のほどよろしくお願いしますでは おやすみ多分そろそろ切れちゃうと思うのでなんかなんか言いたいなじゃあスクショタイムしとこうチャッチャおやすみーおっあ五58分あと2分ぐらいおやすみー <laughs> おやすみありがとうございました今年もよろしくお願いしますゆっくり休んでください今日はおやすみ明日金曜日頑張りましょうああと何秒ぐらいあと50秒ぐらいお皆さんいい夢見てくださいあうさぎ年確かにうさぎ年うさぎポーズ 何もなくですね皆さん今年もよろしくね <laughs> あ、あと少しだおやすみなさいありがとうございましたまたね